シャトル舞浜シャトル舞浜は東日本旅客鉄道が1990年から2001年まで保有していたジョイフルトレインと呼ばれる鉄道車両の一種及び本車両を使用して京葉線、武蔵野線で運行されていた快速列車である。本記事では主に車両について解説を行う。1988年に京葉線南船橋から新木馬館が開業。 区間内に東京ディズニーランドへのアクセスを目的に舞浜駅が開設された。このため JR 東日本では東京ディズニーランドの利用者輸送を目的として田町電車区所属の167軽電車を改造した専用車両を投入し快速メルヘンとして運行を開始した。1990年3月10日の東京から 新規馬カに延伸開業では、メルヘンとは別に東京舞浜西船橋間で、東京ディズニーランド利用者輸送を目的とした、快速、シャトル舞浜の運行を計画。幕張電車区所属の波動輸送用165、軽電車に、大井工場が、改造施行し、投入されたのが、本編制である。制御装置や台車、機器などは、 従来のままとし、車体自体にも大掛かりな改造は行わず、内装や外部塗装など、直接的なイメージアップにつながる部分の改造が中心である。また普通車扱いで、改造後の車両番号変更は未実施である。先頭車前面では貫通路倉下にヘッドサインを設置。全小灯と微灯は、角型新形状のものを両裾に設置した。 側面窓については、開口部の形状はそのままであるが、従来のユニット窓から一枚ガラスの固定窓に変更。客用扉は各車とも前後にデッキ付け方開き、式にドアをそのまま踏襲した。車体塗装は白色に近いクリーム色を地色とし、前頭部車体裾全体に青色の帯を入れ、側面では素青帯の上に水色の帯を2本入れた。 さらに前面から、側面の全部にかけて、京葉線のラインカラーである赤色を入れ、前面運転席、助手席と側面の窓周りを黒色に塗装。二号車の車体中央部には太陽をモチーフとした、イラストを入れ、インパクトを与えた。座席はすべて難燃性ビニールレザー張りとし、配置、配色は各車両ごとに異なる様式とした。 各社とも変則的な座席配置が特徴で、乗降を円滑にするためどの座席も座面が跳ね上げ式とした。客室内の照明は従来の蛍光灯を撤去し、窓上に間接照明と天井にダウンライトを新設した。また間接照明に支障を来す荷物棚も撤去したほか、カーテンは従来のロールアップ式のままである。アルファ引き続き、 幕張電車区に配置され、週末や長期休暇期間中などに、シャトル舞浜線中で運用され、一時期は内防線、外防線内に延長運転も行われたが、定期列車の本数増加や輸送力不足のためか、数年で設定がなくなった。1995年へ転属し、アルファと解消した。当初は塗装はほぼそのままだったが、 1996年7月に、長野総合車両所へ入場し青色基調の塗装に変更している。その後は、新潟支社管内のスキー列車やホリデー快速、アルプのほか首都圏内臨時列車でも運用された。2001年5月8日に廃車となり、長野総合車両所で解体された。ありがとうございます。